はい、どうもルクスです。本日ドクターツアー開催ということで DS キノコリッチウェイの方をプレイしていこうと思います。はい、なおね、めちゃくちゃノイズ入ると思います。その真新しさっていうのはないよね、というのも確認しながらちょっとね実況していこうと思います。なんか海見えるいいよね。そうそう、前回さグラフィック変わってるって言ったんだけど、やっぱこのテカリ具合が全然違うし、なんでエイドラックスの方がいいんだろう。木とかもさ、あっちプラスチック感あったじゃん。こっちのリッチウェイはさ、その溶け込んでるよね、ちゃんと背景として。で、これね、ベルリンストラス要素で、対向車がいいんだよね。これ原作再現で、グライダーで、これいいな。まあエイドラックスにもあるんですけど、改めてね、こうやってツアーで遊ぶと楽しいよね。で、今の、あれじゃ今のは、ワルピンの最後のさ、バウンド地帯じゃん。まあ、この辺はもうほんと一緒だね。ほんとね、ツアー版のやつをそのまま8デラックスに持ち込んだ印象強いっすね。まあ、相変わらずね、BGM はいいっすね、原作の。まあ、アレンジ期待しちゃったんだけど、まあ、この音源もね、この重点音というか、DS らしさいいっすよね。今後さ、マリオサーキットとかモンテタウン、まあ、来るかわかんないんだけど、来た場合さ、まあ、アレンジそのまま、まあ、要は原曲ってことだよね。まあ、それドンマイってことで。で、ここジャンプアクション出そうなのにやっぱ出ないね。エイトジャックスでも最初遊んだ時さ、なんでこの坂道、ジャンプアクション出ないのって思ったんだけど、ツアーでも出ないんだね。すいませんね、コンボとかちょっと今全然考えてないです。とりあえず走り切るってことを目標にしてやってます。いや、ほんと一緒だわ。すいませんね、なんか8ドラックス遊んでる気分になるわ。でも対向車いんのは全然違うね。でも当たり判定ないからすごい楽っすね。はい、という感じで DS キノコリッチウェイレギュラーは終わりました。だからレギュラーっていう呼び方合ってるよね。レギュラー、あ、でもそれだと R と一緒になっちゃうか。RX? 何それあれじゃん、 RX 確かさ、画像にあったやつじゃん。これあれだよね、画像に貼ってあったやつだよね。やっぱあれツアーの画像ってことじゃん。だよね。え、なに、待って、ちょっと待って、ごめんなさい。いきなりやばいもん見えんだけど、なんすかこれ。え、めっちゃ面白いじゃん。何これ。これなんだよね、やっぱツアーといったら。ほんとわけわかんないことをどんどんやってくれる。もっとやっていいよね。あ、全然もう違う。え、何考えてんの、おかしいんじゃないの。いや、いいね、やっぱこうやってね、新鮮さを提供してくれるのは嬉しいっすね。そう、もうすでにこうやってエイトラックスに遊んだ勢に対してもこういう遊び心を加えてくれる。こういうとこ好きっすよ。あ、止まってる、これあれじゃん、キノピオハイウェイじゃん。で、ここめっちゃ曲がるじゃん。で、これ最後あれグライダー、おー、いいね。キノコリッチウェイなのにさ、キノキャに遊んでる気分になる。え、今のスタート、うわぁ、おもろ。こうやってね、新たなね、道を走れるっていうのは、本当にね、このゲームの魅力だと思います。車よく止めたね。システムで止められんのこれ。で、8ドラックス版の車もさ、止めてよ。結構あれ、当たり、このコースさ、コーナー多いからさ、見えないとこなんだよね。危ない。あー、もう下手くそ。すごいね。RX、結構遊んでやってるわ、これ。任天堂これやってるわ、マジで。いいなぁ。あ、やっぱ海見えんのいいよ。ほんとこれ。めっちゃ遠いんだけど。観光したいね、ここね。キノコリッチウェイ行ってみたいね、今度。いえ、最後、ここでゴール。はい、やっぱね、RX ということで、ぶっ飛んでます。キノコリッチウェイ X っていうのをやってみます。すいませんね、本当にノイズめちゃくちゃ入ってたらごめんなさい。
本当にすごいどうでもいい話だと思うんだけど、マジで嫌なんですよね。前までこんなのなかったからさ、悔しいっすね。はい、ということで、キノコリッチベイ X をプレイしていこうと思う。なんか今さ、ルイージサーキットの気球なかった？いいね、こうやってごちゃごちゃにさせてくれんの。ね、待って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 、ちょっと待って、今なんかいたぞ。おい、ごめんなさい、なんでいるの？花ちゃん、あんたメイプルツリーハウスから脱走できたの？花ちゃん、しかもルイサーあるし、どういうことこれ。世界観がもうぶっ飛んで最高。花ちゃん、なんで、あれじゃない、花ちゃんカーじゃないの？あの GC のさ、キノコビリッジとかにいる花ちゃんじゃなく、あの偽物じゃなくて本物来ちゃったんだけど、どういうことこれ。待って、これ前からあった？すいません、あのツアーの昔からやってる人教えてください。なんで花ちゃんいるの？ちょっと待って、しかも当たり判定ないよね。こいつじゃあ何なの？あるじゃん。ちょっと、これマジ予想外すぎてちょっと、あの、理解できてません。なんでメイプルツリーハウスにいる花ちゃんここに来ちゃってんの？これ驚きじゃない？今ずっと私口塞いでました。びっくりしすぎて。何やってんの？マリオカートツアー。これキノコリッチウェイじゃなくてさ、メイプルリッチウェイじゃん。やば、面白。まさかあれジャンプ判定ある？これめっちゃおもろいやん。ありがとうございます。マジでよかった、ちゃんとプレイして。そう、あのキノコリッチウェイってことでさ、もうすでに8ジャックスに出てるからさ、ちょっとやるか迷ったんすよ。まあ、どうせ同じだから今回はちょっと、まあ別に初見でわざわざやるようなコースじゃねえかなと思って。よかった、ちゃんとやって。これはね、マジでいい試みだと思う。驚いちゃったよ、本当に。いや、本当想定外すぎた。あれ思い出した。あの、エイトドラックス版ピチガで R がさ、実装されたみたいな感動を覚えましたわ。いや、マジか。でもそしたらどうなんの？花ちゃんか。花ちゃんがどこ行っちゃうの？こっち本物来ちゃったからさ。待って、リッチウェイ R あるじゃん。こっちもプレイしていこうかなと。すいません、ちょっとまた、私ね、なんか、実況するとね、鼻水出てくるね、病気にかかってるんですよ、これ。続いて DS キノコリッチウェイ R。おー。ちょっと怖いな。マリオカートツアーやるためにさ、こうやって興奮を覚えるとさ、これ一つの恐怖だ、今ストレスって言おうと思ったんだけど、ちょっとあのね、今マジで驚いたわ。私の驚くポイントとしてはね、声がでかくなる。もう今落ち着いてます。まあ R は普通だよね。これほんと邪魔くさいよね、このパックンクレマ。エイトダックスはまだないけど、今後エイトダックスに来るんですかね。ベルリンでは、ね、いなかったけどね。いや、R だけでも、あの、全然雰囲気変わりますね。さっきまでさ、グラフィックの話しててさ、なんか間延び感あったんだけど、全然、まあ、新しいわ。ちゃんとマリオカートツアーはツアーらしく、その、特色出てていいんですね。これ乗りたい。よし、これ左行けんだよね。ほら行けんじゃん。リッチウェイのここさ探索したくない？やっぱ誰かさ、キノコリッチウェイオープンワールドっていうゲーム作ってくんない？まあさすがに山に登るルートはないか。それはさ、ない。この上とかさ行くと思ったんですよ、 RX で。でもさすがにそういうやりすぎなことをやってないね。今、待って、キノコあったから、初とか行けたんやろ。何やってんの？相変わらずこのコースの、
レイアウト好きなんですよね。カーブ多くて GBA ルイサっぽい。なんかへえ。ちょっとまあこのコースはあと20回ぐらいプレイしていろいろ発見があれば楽しそうですね。ええー、おもろいな。待って、ちょっと リッチウェイとりあえず全部制覇したから、何がよっかな。待って、花ちゃんはマジ驚くっしょ。あー、出た。はい、という感じで今回の実況動画終わります。はい、ちょっとね、いろいろ弊害はあったと思いますけど、皆さんのね、感想を教えてください。このリッチウェイに対する。とりあえず私はね、リッチウェイの方でね、花ちゃんがいたことに、もう驚きが隠せなかったです。では、ご視聴ありがとうございました。では、さようなら。